低価格のスズキ e エブリーとガソリンモデルで燃費性能の違いを徹底比較。次世代エブリーの挑戦、 EV 化で広がる可能性とガソリン車の利点を分析。スズキの新型エブリーが特に注目されている理由は、100万円以下で提供される基本グレードの充実した装備内容です。このモデルはパーテクトプラットフォームの採用で車両の軽量化を実現し、コスト削減により手頃な価格を実現しました。 SNS では100万円以下でこの装備はすごいという評価が相次ぎ、非常に大きな反響を呼んでいます。具体的な装備として、エアコンやパワーウィンドウ、ABS などビジネス用途や日常使用に必要な基本機能が標準搭載されています。さらに燃費性能の向上も図られており、維持費を抑えたいユーザーからの支持を得ています。この新型エブリーの発表は、シンプルさを求めるユーザーだけでなく、商用利用を検討する層にも大きな魅力となっており、低価格で実用性が高い軽バンとして話題になっています。スズキ新型エブリーの詳細解説。1、新型エブリーの特徴と登場背景。2024年9月に発表されたスズキの新型エブリーは、100万円以下という価格設定で多くの注目を集めました。このモデルは軽量なハーテクトプラットフォームを採用しており、コストダウンと燃費改善を実現しています。またこの価格帯にもかかわらず、日常やビジネスで便利な装備を数多く搭載しており、 SNS で大きな反響を呼んでいます。スズキは2025年3月に電気自動車モデル e エブリーを発売予定です。このモデルはトヨタ、ダイハツとの共同開発による軽商用 EV で、主に環境規制への対応を目的としています。航続距離は約 200km が見込まれ、 EV 化が進む中で商用市場でも注目を集める存在になるとされています。一方、従来型のガソリンエンジンモデルも引き続き販売が続けられ、 EV と併売される予定です。このため顧客の用途やニーズに応じた選択肢が広がることになります。商用車としてのコストパフォーマンスを維持しつつ、環境負荷軽減を図るスズキの戦略が反映されています。電気自動車市場の拡大とともに、エブリーの EV モデルがどのように普及していくかが今後の焦点となるでしょう。 2. 装備内容の詳細。100万円以下の基本グレードにもかかわらず、次のような機能が標準で備わっています。エアコンとパワーウィンドウ快適性を重視した基本機能、 ABS アンチロックブレーキシステム、安全性も確保。低燃費エンジンコストパフォーマンスを重視する層に高評価。新型エブリーの主要装備とその魅力、エアコンとパワーウィンドウ快適性を重視した基本機能。新型エブリーには標準でエアコンとパワーウィンドウが装備され、ビジネス利用だけでなく個人の普段使いにも快適な環境を提供します。多くの軽バンでは価格を抑えるためにエアコンがオプション扱いとなるケースがありますが、今回のモデルは100万円以下の価格帯でも標準装備として提供され、利便性が向上しています。エアコンは車内の温度調整ができるため、特に配送業務などで長時間乗車する際の疲労軽減に寄与します。パワーウィンドウは手軽に窓を開閉でき、商用車での頻繁な乗り降りにも便利です。また夏場や雨の日でも素早く換気を行うことができ、乗車時のストレスを減らします。 2. ABS アンチロックブレーキシステム、安全性の確保。新型エブリーには安全装備として ABS アンチロックブレーキシステムが標準装備されています。 ABS は急ブレーキ時に車輪のロックを防ぎ、滑りを抑えながら安定した制動力を発揮するシステムです。悪天候で雨天や雪道などでの走行時、タイヤのロックを防ぐことで安全性が向上します。日常の交通環境において予期せぬ飛び出しなどにも素早く対応できるため、特に商用車としても重要な装備です。 3. 低燃費エンジンコストパフォーマンス重視のユーザーに最適。エブリーのエンジンには新型プラットフォームによる車両の軽量化と組み合わせ、低燃費性能が期待されています。商用車では燃費が重要なコスト要素となるため、長距離の走行が多いユーザーにとって燃費の良いエンジンは維持費削減に大きく貢献します。燃費性能の向上によりガソリン代の節約が可能です。これにより配達業務など長時間の運転を要する事業者にも魅力的な選択肢となります。新しいエンジン技術と
ハーテクトプラットフォームによる効率化で環境負荷を低減することも可能です。まとめ、エブリーはビジネスと個人ニュースの両方で快適性、経済性、安全性を高いレベルで実現しています。特に低価格帯でのエアコンとパワーウィンドウの標準化、 ABS 搭載、燃費向上のバランスは維持費を抑えながらも日常の利便性を確保するポイントとして高評価を得ています。 SNS での反響、 SNS では100万円以下でこのクオリティは驚き、商用車としても日常の仕様としても最適といった口コミが急増しています。また商業目的での利用を考える事業者からも低コストで維持できる点が魅力として評価されています。まとめと市場への影響、新型エブリーの登場は軽自動車市場に新たな刺激を与えています。低価格でありながら実用性が高く、個人から法人まで幅広いユーザーのニーズを満たすこのモデルは他社のライバル車種との競争においても有力な存在となるでしょう。ライバル車種との比較分析、新型エブリーの登場は軽商用版市場での競争に新たな動きをもたらしました。ここでは同じセグメントの主なライバル車と比較し、エブリーの強みを整理します。競合車種の代表例、ダイハツハイゼットカーゴ、長年の信頼性と豊富なバリエーションで人気を誇ります。最新モデルでは燃費性能も向上していますが、基本装備が揃ったモデルはエブリーよりも高価格になりがちです。ホンダ N バン、自家用商用の両立を狙ったデザインで、車中泊などの用途にも対応する広さが特徴です。しかし価格設定がやや高く、特に法人ユーザー向けではエブリーのコストパフォーマンスが優位となります。エブリーの優位性、価格100万円以下で購入可能な点が他社との大きな差別化要素です。燃費性能、新型プラットフォームにより日常使用時の維持費も抑えられます。装備の充実度、低価格でも妥協しない装備内容で、特に ABS などの安全機能が標準で搭載されているのが強みです。どちらを選ぶべきか、エブリーは低コストで必要な機能を揃えたいユーザーに最適です。とりわけ事業用として多数台を導入する法人にとって、価格と実用性のバランスが魅力的でしょう。一方 N 版のような広い車内空間が必要なユーザーや乗り心地の良さを重視する方には、競合車種の方が適している場合もあります。開発背景とメーカー戦略、新型エブリーの開発背景、鈴木は新型エブリーを開発するにあたり、コストパフォーマンスの向上と日常商用の双方に対応する実用性を重視しました。これを実現するため、ハーテクトプラットフォームを採用し、車両の軽量化と製造コストの削減を同時に達成しています。鈴木の戦略と市場での位置づけ、エブリーの強化は近年の商用車ニーズの多様化に対応するための一手です。企業向けの大量導入や個人の副業用途での利用が拡大する中、維持費や初期投資が抑えられる車両が求められています。鈴木は競合するホンダやダイハツとの差別化として、装備の充実と価格の両立を前面に打ち出し、市場での優位性を確保しようとしています。また鈴木は SNS やオンラインを通じた情報拡散を積極的に活用し、特に若年層の注目を集める戦略をとっています。今回の100万円以下の新型エブリーも、コスト重視の法人ユーザーだけでなく、個人ユーザーのライフスタイルにもマッチした選択肢となっています。